マジかよ。
てよかったのかな。怖いよ。先生、ありがとう。
続いて気象情報です。今日は終日、あいにくの雨となりました。この影響で、稲橋方面では今夜半から明日にかけ、濃い霧が予想されています。これ見てみ、生ためのこと載ってるの。ついに終わったんだな。うん、本当にようやくだよね。なんか今朝やけに霧が濃くない？それになんか今日寒っ。11月でこんなに冷え込むなんて珍しいよね。あれ、君たち。ちょうどよかった。ついさっき病院から連絡があってね。今日から奈々子ちゃんの面会 OK って。少し良くなったんだ。よかった。あれ、その新聞。そっか。そっちはもう知ってるんだ。誘拐殺人が2件に未遂が5件。大した凶悪犯罪だよ。これ軽く日本の犯罪史に名前残ると思うな。まだちょっと錯乱してるみたいなんだけど、少しずつ話を聞いてるところだよ。これはまだ内緒なんだけど、君たちにならいいかな。見つかった日記には山野アナや小西さんについての記述もあってね。どうも生ためのやつ、小西さんに言い寄ってたっぽいんだな。あの野郎。あ、それじゃあ僕はこれから病院行くから。堂島さんもなんとか動けるようになったし、事件のことでいろいろ話さなきゃ。花村。マリ、大丈夫だ。生ための野郎はもう捕まえたんだ。これ以上は手も出せないだろう。それより放課後みんなで奈々子ちゃんのお見舞い行こうぜ。もち、学校行ったらみんなにも報告しなきゃね。
ナナコ、見ろ。みんなお前の見舞いに来てくれたぞ。堂島さん、もう今日だけで何度目ですか。娘さん心配なのは分かりますけど、あなただってまだ絶対安静なんですよ。すまん。あの、そんなにひどいんですか。まあ傷口が塞がったばかりだからな。骨もかなりいってるそうだ。すいません、すぐ僕が押して病室戻りますから。なんでお前が頭下げてんだ。もうすぐ検診ですから、それまでには戻ってくださいよ。今のところ状態は安定しています。ただ、医者が言うべき言葉じゃないんですが、相変わらず原因がつかめません。そのため、対症療法的なことしか施せないというのが現状です。危険な状態からは抜けたんですか？意識は回復してくれましたが、まだ安心はできませんね。しばらくは様子を見てみないことには何とも。足立、生ための件はどうなってる。意識が戻ったって言ってもまだろくに話せる状態じゃないですからね。一日にできる聴取の時間も限られてますし、依然回復待ちってとこです。そうか、俺も一日も早く仕事に戻らないとな。その頃には七子も退院できてるといいが。ああ、でも七子ちゃんはここの方が静かに休めると思いますよ。外は霧がすごいし、なんだか変な噂も広まってるし、この町の霧、どうも発生の原因が不明らしいですからね。確かに霧のせいで体調が悪いと駆け込んで来られる方増えてますね。そんなこと普通はありえないんですが。絶対に影響がないとは言い切れないとしか。少なくとも人々が不安になっているという点で精神面への影響はあるでしょうね。霧自体の成分といった話は専門から外れるので憶測ですが、それよりもこの霧のせいで医療関係の車の便に影響が出ていることの方が問題で。霧のせいで体調不良だ。バカバカしい。それこそ霞を食うような話だ。
ほんと変な天気よね。こんなに続くなんてね。こんなの今までなかったわよね。何なのかしら、気味悪いわよね。何でも知り合いの子がね、霧で気分悪くなって倒れたらしいのよ。ほら、子供って敏感じゃない。私が聞いたのはね、おじいさんが霧の中を運転してたら事故を起こしちゃったんですって。それっておかしくなっちゃって？無事故無違反だったらしいからおかしいわよね。怖いわ。体に有害っていう専門家もいるんですって。本当かしらね。やっぱりほら、地球温暖化の影響なのかしらね。この町も昔と随分変わっちゃったじゃない。政治で何とかしてもらわないとね。そうよね、税金払ってるんだから国が何とかしてくれないと困るわよね。これは毒ガスだ。ウイルスの霧だ。この霧を吸うな。死ぬぞ。最近ああいうのたまに見かけるわよね。いくらなんでも毒ガスなんて。まさかね。あら、奥さんどうしたの？やだ、なんだかちょっと気分が。まさか、いやだわ。そうだ、買い物行かないと。それじゃ。カットに暇だね。
先輩。はい。行きましょう。じゃあ、また。